9月14日午前の取引が終了しました。東京株式市場堅調な週明けとなったようです。日経平均は先週金曜日の終値に比べて173円69銭高い 23,580 円18銭、トピックスも 15.56 ポイントプラスの 1652.20、 JPX 日経インデックス400は 125.06 ポイントプラスの 14913.26 となっています。日経平均とトピックスともに9月3日の高値を抜きまして、この前場段階ではこの間の高値もみ合いに終止符を打ったという状況となっています。東証一部の値上がり銘柄数1612、比率で見ますと 74% の銘柄が値上がりしています。また売買代金、東証一部は1兆787億円と、月曜日午前としてはかなりの盛り上がりと言っていいかと思います。先週金曜日のニューヨーク市場は指数間でまちまちの動きで終わっていましたが、週が明けたこの日の CME 夜間取引、先物取引の夜間取引でもってナスダック100指数が結構堅調な推移となっていたことで、まあ、週明けのアメリカ株式市場が調整一循環が出てくるのではないかなという、そういう期待が芽生えまして、寄り付き以降しっかりとした買い物、おしめ買いの買い物が入ってきている、とそんな動きとなっています。また、先週悪役となっていましたイギリスのアストラゼネカ社ワクチンの一時中断を発表しましたけれども、この休みの間に再開という発表を改めて行っていたことで、ワクチン開発が再び順調に進むのではないかという期待につながりました。また本日午後に自民党が総裁選投開票を行うということで、いよいよ新しい内閣の発足、そして新しい経済対策への期待みたいなものがマーケット全体に広がっていったというのが、この堅調な展開の背景として指摘できると思います。個別銘柄で見ますと9984ソフトバンクグループの求心が目を引きました。売買代金は1414億円、東証一部の売買代金の 13% をこの 1銘柄で占めるというにぎわいとなっていますし、株価も 9.47%、 1割近い上昇になりました。保有しています半導体大手アーム社の株式の売却に関する報道がこの休みの間に出たこと、またこのソフトバンクグループ自体の MBO、 それによる非上場化観測等も流れたりして、一躍人気銘柄となりました。まあ、その他主力どころの銘柄はハイテク系、IT 系の銘柄が総じて、一服症状となる中で、依然として先週からの動き、ディフェンシブ型あるいはバリュー系のですね、景気敏感型のセクター銘柄群に人気が集まっていました。そんな状況で、順調な週明けとなりました東京株式市場。前場の概況をアローズスタジオからお送りいたしました。